スタイルお兄ちゃんの妹の、ラブリーサクコと申します。今日は、お兄ちゃん忙しいみたいだから、サクコが嘘、サクコがチームデスマッチで動画を撮っていきます。さて頑張るぞ。味方のお兄ちゃんたちを守って、敵のお兄ちゃんたちをバリバリ、やばい、これはやばいです。ちょっとあいつムカつくなあ。やばい、詰められてる。大丈夫かな。ま、味方じゃないごめんね味方のお兄ちゃん、警戒心が強いあまり味方もろとも撃っちゃってたよ。これ後ろに行ってるお兄ちゃんはいないね。オッケー、もう、あ、これいる、ちょっとやめてだ、誰あんなことするの。あ、ちょっと待って、怖い、この部屋ちょっと怖い。さてお兄ちゃん大丈夫な、ちょっとはあ、ちょっと取り乱しちゃった。くそ、なんでよ。もうね、実況取りながらだとこれだから嫌なんだよね。後付けがいいんだよね。はもう意味わからないんだけど、なんなのあれ。死んでください。リスキルはできるかな。できないな。あ、味方が湧いたの。え、味方湧いちゃうの。お兄ちゃんちょっと後方支援任せるよ。あ、来てるね。あ、これやばいよ。もうクソエイム、やっぱダメだな一発撮りは。今日一発目とか全然、あのお兄ちゃんが強いんだよな。でもすごい男気ある、あそこで出てくるとかだいぶ頭悪いか男気あるかどっちかだな。スイッチおリスを、イエス、これ来る。お兄ちゃんそれは頭が悪いよ。もっと有効なところで使わなきゃ。これ逆かな、あっちで湧いてるか。そこには行きたくないな。ナイスお兄ちゃん、これ絶対裏だよ。もうだいぶ削ったもの。いぶきの弾をゲット。味方やる。え、あ、これやばい。もう笑っちゃう。さてこっちに、そんなところに固まってていいの。あれ
全然いない。すごいいっぱい赤点があったはずなのに、レイスにやられたのかな。よし、ラスキルもいただいちゃうぞ。これ絶対後ろ、絶対後ろ、みんな早く。危ないよ。はい、ということで、敵のお兄ちゃんたちのスコアを見てください。頭悪すぎっしょ、マジファック。誰も2桁キルいってないんだけど、まあ私が入ったらチームが勝つのは当たり前だよね。じゃあこんな感じで、お兄ちゃんの代わりのラブリーサクコのビオ3実況終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。チュッチュ、またね、バイバイ。私は不思議な国の味。